西武新宿駅。西武新宿駅は、東京都新宿区歌舞伎町1丁目にある、西武鉄道新宿線の駅である。同線の起点で、駅番号は SS01。西武新宿駅は、東日本旅客鉄道、JR 東日本や、他の大手私鉄や、地下鉄の新宿駅から見て、北にあり、徒歩圏内ではあるが、数百メートル離れている。西武新宿駅は、本川越高田馬場間を結んでいた。旧西武鉄道村山線、現、西武鉄道新宿線が国鉄新宿駅まで延伸する過程で仮駅として誕生し、新宿線の新宿駅乗り入れの中止とともに、恒久的ターナル駅となった歴史を持つ。旧西武鉄道の終点だった高田馬場駅は、山手線以外に接続路線がなかったため、さらに都心部へと延長する計画は、第二次世界大戦前からあった。戦前は早稲田まで延長して、市電と接続させようとし、この区間の免許も受けていたが実現せずに終わった。戦後は国鉄新宿駅への延伸を目指すこととなった。山手線と並行する高田馬場新宿間に免許が降りたことは、当時としては異例であり、次のような逸話が残っている。戦後、千葉県内に敷設されていた陸軍鉄道連帯施設、現在の新京成電鉄路線の諫において、一旦は西武鉄道が引き受けることに決まった。ところが、千葉県内は、京成という行政側の判断で、一転して、京成電鉄に譲られることになった。その代替として、西武鉄道にとって悲願である高田馬場、新宿間に対し免許が与えられたという。別説として、鉄道アナリストの広岡由紀によると、民鉄路線を山手線内側へ入れないという政策がある中で、西武鉄道に高田馬場新宿間の免許が交付されたのは、終戦直後に運輸省が西武に資材の一部を放出させた見返りだという。西武は戦中戦後に払い下げ品によって車両増備をしていたが、戦後の混乱期には多くの鉄道事業者が資材不足に悩んでいた。1948年、昭和23年に高田馬場新宿間の免許を取得した西武鉄道は村山線を高田馬場駅から新宿駅まで延伸することとなった。しかし、新宿周辺の区画整理がなされていなかったため、1952年、昭和27年3月25日に西武新宿駅までを暫定的に開業した。これに伴い、当時、西武線もしくは村山線と呼ばれていた路線、新宿線と改称された。西武新宿駅は仮駅のまま営業を続け、新宿駅東口の再開発を待っていた。もともと、当駅の周辺は、角はずと呼ばれた地域だった。当駅の場所には、都営バスの新宿車庫があった。西武新宿駅、角はず新宿駅間はもともと、同社が1951年、昭和26年まで所有していた新宿軌道線、武軌道線、新宿荻窪間、後の都電杉並線の旧市区間を東京都に譲渡せずそのまま免許線として保有し、また軌道も長年放置されていた。この軌道跡の所有権を根拠に、ゆくゆくは新宿駅まで延伸する計画だった。1950年代終わり頃から、新宿東口駅舎を取り壊して、駅ビルを建設する計画が立てられた。西武もこの計画に参加し、新宿線は駅ビルに乗り入れる予定になった。新宿歴史博物館のステーション新宿では、新宿駅ビル設計図によると、西武線はビル2階に高架線で乗り入れ、2階には切符売り場、駅務室、1階にも駅務室が置かれる設計であったとされていい。一方、建築会1964年8月号、新宿東口民衆駅、新宿駅東口地下駐車場に掲載されたビル竣工時の図面によると、3階に西武駅務室、2階に改札、ホーム事務室、出札室、1階に改札、出札室が設置されることとされている。1961年、昭和36年3月15日付の社内報西部には、西武新宿線の新宿駅乗り入れ決定と、具体的な駅ビルの計画が報じられていた。これによると、1階に駅ホールと西武新宿駅主改札室と駅務室、2階に西武駅務室と建物外にホーム一面、3階に西武駅長室その他が設置される。また、駅ホームはビル外にできるので、伊勢丹の方から見ると、当社の電車が真正面から見えるようになるとされている。実はこの時の計画の痕跡が今も残っている。ルミネエストの建物は1階の天井が高く、2階はかなり低い。1階の吹き抜けもやたらと広い。かつての設計図を見ると、このフロアの形が西武線乗り入れ計画の名残だとわかる。と、駅ビルの1階から2階にかけての吹き抜けを西武線ホームの名残とする説があるが、前述の1961年、昭和36年3月15日付、社内法西部には、駅ホームはビル外にできるとされているほか、建築会1964年8月号、新宿東口民衆駅、新宿駅東口地下駐車場に掲載された、ビル工事の図面にもビル外のホームと、ビル吹き抜けはそれぞれ独立して設置されており、吹き抜けは、西武線乗り入れ計画の名残ではないことを確認することができる。1964年、昭和39年、国鉄新宿駅東口に新宿ステーションビルが完成した。ビル2階は西武線乗り入れを考慮した構造となっていて、実際にビルには旅客用の入り口が開けられ、改札ラッチも搬入され、高架線の基礎もいくつか作られていた。しかし、島式ホーム1本の6両編成用発着線に、線分、当時というスペースしか確保できず、輸送量が急増していた西武新宿線のターミナルとするには狭すぎた。そのため、乗り入れ計画は中止された。西武新宿線が新宿駅乗り入れを断念した本当の理由には、異説もある。堤康次郎の側近だった中島中三郎によると、戦時中に、東京西南部の私鉄を次々に東京急行電鉄、大東急に組み入れた後藤啓太、旧西武鉄道、現在の西武新宿線なども狙っていた。1944年、昭和19年に堤康次郎は旧西武鉄道、武蔵野鉄道、食料増産の3社を合併する申請を出したが、後藤と手を結んだ鉄道総局長官の堀木鎌蔵は許可を出さず、さらに西武系を分割するように圧力をかけてきた。堤は、この交通統制に懲りて、西武鉄道の都心乗り入れを一切止めたという。中島は、新宿東口までの延伸を主張したが、堤の意向で、歌舞伎町のところで切られた。西武新宿線が新宿駅まで乗り入れていないのは、新宿駅東口の駅ビル建設に西武グループが、反対していたからだという説もある。当時、まだ小規模であった西武百貨店池袋本店のある池袋に、当時百貨店として強力な力を見せていた三越、伊勢丹が池袋進出を検討していた。このうち新宿に本店を要していた伊勢丹では、東口駅ビルへの高島屋の新宿進出が取り沙汰されていて、絶対阻止の構えであった。そこで、伊勢丹が池袋出店計画をやめる代わりに、西武が高島屋の新宿出店を反対するという取引が交わされ、駅ビル建設に反対する立場になった西武は、新宿駅へ乗り入れられなくなった。1977年、昭和52年3月3日、現在の位置にプリンスホテルとショッピングモールを取り込んだ、地上25階、地下4階の駅ビルが完成。西武新宿駅は、ホーム2本、10両編成用発着線3本を有する恒久的ターミナルとなり、西武の新宿駅東口への乗り入れは完全に消えた。1980年、昭和55年10月には北口が開設された。1980年代になって、西武新宿線の混雑を緩和する目的で、西武新宿大城石寺以間に、地下急行線を建設する計画が立てられた西武新宿線複々線構想を参照。計画では地下線の西武新宿駅は現在の駅 −1.97km より、JR 新宿駅より、−2.23km、乗降場中心になる、新宿プリンスホテルと丸の内線、メトロプロムナードまでの間に設けられ、新宿駅各路線との乗り換えが便利になる計画であった。地下駅は有効長210メートルの島式ホームで、駅舎は地下2階に設け、道路直下の地下1階は、メトロプロムナードと靖国通り以下の新宿サブナードを、ブ連絡通路となる予定だった。しかし、工事費の増大や輸送量の減少により、新宿線の地下複々線化計画は中止された。時は、バブル時代の1980年代末、新宿駅南口の貨物駅跡地、現、高島屋タイムズスクエアに、百貨店の建設構想が浮上した。同地域への出店を目指して西武百貨店は1989年に、西武新宿駅から大深度地下線を建設して、南口まで延伸させる計画とともに、競争入札に挑んだが、歌舞伎町商店街の反対などもあり、さらなる好条件を示した高島屋に敗れた。選考に当たった東京都は、都内の出店バランスを考慮して、高島屋に決めたと発言している。これによって、西武鉄道の新宿駅方面への延伸は、完全に立ち消えになった。日本最大級の歓楽街、歌舞伎町の西端に立地する当駅は、新宿駅、JR、京王、小田急から見て靖国通りを挟んだ北北東に位置し、直線距離でおよそ350から700メートル離れている。並行する JR 山手線の新宿駅から新大久保駅間の中間付近、中央本線が西方に分岐していく地点に存在しており、実態として新宿駅とは別の駅である一方、比較的近い東京メトロ丸の内線、新宿駅と都営地下鉄大江戸線、新宿西口駅とは相互に連絡駅となっている、連絡運輸。ただし、定期券については、各線新宿駅との間でも連絡運輸を行っている。ただし、都営地下鉄としては、新宿西口駅と連絡運輸を取り扱っているため、都営新宿線新宿駅及び大江戸線、新宿駅とは取り扱っていない。都営新宿線と共用駅扱いではあるが、京王新線の新線新宿駅とは取り扱っている。新宿駅、新宿西口駅、新宿三丁目駅との間には巨大な地下通路、地下街網が張り巡らされている。このうち、東京メトロ副都心線、新宿三丁目駅については、2013年3月16日から発売される西武横浜ベイサイド切符などのフリー切符に限って、接続駅として扱われる。ちなみに、新宿サブナードメトロプロムナードから丸の内線、副都心線、新宿三丁目駅経由で、都営新宿線新宿三丁目駅、甲州街道ガード下、バスタ新宿、JR 新宿ミライナワー高島屋タイムズスクエアまで屋根が続いており、雨や雪に濡れることなく移動できる。都営新宿線と直接乗り換える場合は、新線新宿駅を利用するよりも新宿三丁目駅を利用する方が近い。前述したが、新宿線を高田馬場駅から新宿駅へ乗り入れさせる計画があり、当駅は仮駅として開業した。その後計画が頓挫し、1977年、昭和52年3月3日に仮駅を本駅とした。改札は正面口と北口の2カ所。正面口には駅事務室のほか、定期券売り場、特急券売り場などがある。開設時間は初電から終電までである。2005年度にバリアフリー化工事を実施したことで、エレベーターとスロープが整備されている。また、改札口有人通路はご案内カウンターとしている。2008年度より、ホーム屋根及びホーム床や北口旅客トイレ改修などのリニューアル工事が行われている。続いて正面口改札側のトイレのバリアフリー化改築を行い、段差を解消した。これに対し、北口改札は、エレベーター、エスカレーターともに設置されていない。また、駅員も常駐していないため、インターホンで対応している。開設時間は7時終電までである。トイレは南口、北口各改札内にある。このうち多機能トイレは南口改札内に設置されている。JR 線、高田馬場新宿間と西武線、高田馬場西武新宿間の両方が利用可能な特殊連絡定期券、1W、パスモ定期券が2009年3月14日から発売されている。小田急発売の小江戸、川越フリークーポン、西武発売の箱根フリーパスなどは、当駅と小田急の新宿駅が接続駅となっている。ただし乗り換えには10分以上を要する。このため、西武新宿線の乗客のうち目的地が新宿、あるいは京王や小田急の沿線である場合も、乗り換え距離が短い高田馬場駅で JR、山手線、この間運賃現金140円 IC133 円に乗り換えるケースが多い。駅ビルには、専門店ビル西武新宿ペペ、地下2階から8階、新宿プリンスホテル、それより上及び1階、地下1階、飲食店中心のブリックショートトン、ブリックストリート、1階駅ビル外側が入居する。西武新宿ペペ及びブリックショートトンの出店店舗の詳細は公式サイト、西武新宿ペペを参照。地下で接続する新宿サブナードは、駅ビル完成以前の1973年にすでに開業しており、2013年に40周年を迎えた。東端式ホーム2面3線を有する高架駅である。1番ホームは単式。2.3 番ホームは島式になっており、いずれも有効長は10両分である。平日17時30分21時に発車する、急行、準急については整列乗車を実施している。2017年度の1日平均乗降人員は188,884人である。西武鉄道全92駅の中では、池袋駅、高田馬場駅に次ぐ第3位。また、単独駅名の私鉄の駅では、乗降客数が最も多い。各年度の1日平均乗降人員及び乗車人員は下表の通りである。新宿靖国通りに面した大ガード棒で繁華街が広がっている。正面口靖国通り沿いの歌舞伎町停留所が最寄りである。新宿ウィーバスが京王バス東、中野営業所、その他は、都営バスによる運行である。なお、休日には以下の系統も歌舞伎町停留所に停車する。新宿駅東口や新宿駅西口、バスタ新宿発着路線も利用可能。当駅から徒歩5から15分程度かかる。北口から正面口までの間の歩道には、アメリカ合衆国各地及び西武グループの施設がある。リゾート地の方角を示したタイルが埋め込まれている。その歩道に面して商業施設アメリカンブルバードが存在した1980年開業。2016年にブリックショートトンとしてリニューアル。当駅の敷地は狭く、本来は2000しか入らないはずだったが、現在の構造にするときに3000としたため、東側ホームの一部は直下の歩道上に張り出ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。